ッシュボー、どうもビッグダディです。どうもです。ですね、いつもダディとどんなやですね、いつもあのダディズタイムっていうのをやりながらやってるんですが、今回はですね DJ なしでということで、はい、はい、まあ、一緒にコラボレーションでやってます。さっきも彼女たちが説明してくれました平和ライフというのと上で展示やってますので、時間がもしありましたら見に行っていただきたいんですが、その、まあ、平和ライフといって平和と愛と命についてということで、はい、今回はですね皆さんアーティストの皆さんにですね、はい、コメントをいただけるようにということで、はい、お願いしますので、はい、さっき出てましたサードビレッジと、はいはい、エムズランプガールと、あと、はい、クレア、すいません出てきてもらえますでしょうか。お願いします。はい、そこから上がってくるサードビレッジのお二人、そしてクレア、そしてエムズランプガール、ぜひぜひこちらステージの方に、はい、おーすごい、ゴキャップめっちゃ持ってきてくれてます。はい、そう、今説明したんですけど、その平和ライフでエコキャップを集めてまして、はい、この、まあ、ペットボトルのキャップですね、それがですね1個だけだと、まあ、ただのゴミなんですけども、800個集まりますと、その、まあ、いわゆるなんだ、どこだどこだ国はどこだっけどこだっけどこだっけアフガニスタンとかどっか発展途上の国ね、まあそういう、まあいいけど、アフリカの方の、そうで、はい、そういう国の子供たち のワクチン代になるんですよ。はい、800個で大体20円ぐらいの、リサイクルで20円ぐらいの価値になるんで、その20円で十分ワクチンになるんですね。はい、で、そのまあいろんな公共施設でもエコキャップ結構集めてるところもあるんですけども、はい、平和ライフの方でもエコキャップ集めてるってことで、はい、皆さんにちょっと声かけてエコキャップ持ってきてもらってます。で、今回すごいね、すごいね、ムズグランプガールめっちゃ持ってきてくれてる、めっちゃすごいね。俺自分で集めたけどちょっとしかなかった。すごい、ゴミ袋いっぱい、え、半年ぐらいで、あ、半年ぐらい集めたね。あ、ムズランプガールでっかい拍手も、やばいね。そうなんで、皆さんまあ、このイベントうんぬんということよりも、そうですね、まあ、ジュースなんかよく皆さん飲むと思いますんで、水とか、はい、そしたらちょっと取っといて、で、まあ、結構コンビニでもちょっと集めたりとかするときあるんで、ね、いろんなところで結構今集めてるんですよね。だからそういうところにこう捨てるんだったらもう入れときゃ、はい、なんかあ、ちょっといいことしちゃったかなみたいなぐらいの勢いでやってもらえればいいかなと思います。そうですね、はい、はい、ということで、そうですね、で、さっきおじさん声援をしてたサービレッジ、この真ん中の盛り上げ役ですごくありがたいんですけど、思いっきし何秋葉系状態入ってたよね。これは新年会の余興かみたいな感じになってましたけどね。その状態入ってたんだけど、まあまあじゃあその一番初めに、ね、ビレッジさんにちょっと今回のテーマについてってことで、はい、ちょっとお話ししていただきたいんですが、そうですね、平和ライフ代表、はい、代表で、いいじゃない、いいじゃない、じゃあ代表で王ちゃんで、はい、はい、平和ライフ、平和と愛と命についてどうお考えで、まあ、そうですね、この平和、じゃあ平和でまあやってる人は焦点じゃないからね。さっき歌われてた面白いこと全然皆さん求めてないんで大丈夫ですよね。とりあえず平和ということなんですが、まあ多分私たちの世代、一応成人になった皆さんっていうのは、はい、多分戦争とかそういうのって絶対100% 知らないと思うんです、うん、ニュースで何人死んだとか、はい、そんな約何人とかね、そういうことで多分しか知らないと思いますし、実際自分たちの周りの人がその戦争の場に行ったりともしてないと思います。で、実感がないと思うんです。でも僕は小学校2年生ぐらいの時におじいちゃんが戦争に行ってまして、でその時に何ですかね、シベリアに8年間捕虜で捕まってて、でこっちに帰ってきて、まあ、うちのばあちゃんと知り合って、母ちゃんが生まれて俺が生まれたと、でそういうつながりがあって、やっぱり生きててよかったなってみんな言ってました。でやっぱりこの戦争って本当に人一人の命を軽く見られるような感じがするんですが、実はその自分の身近な人がもし亡くなったらって、それ戦争じゃなくてもですけど、亡くなったらっていうことを考えると、やっぱり戦争って本当何にも生まれないんだな、何も損するだけで何もないんだなって思います。だからまあ多分戦争は起きないって世の中になってほしいのはもちろんなんですが、ね、1人が2人になれば争い事を起きるし、2人が3人になればもっと争うと思うんだけど、この
3人4人5人が集まった時に一人一人目を見てちゃんと話ができて、して最後にありがとう、ごめんなさい、おはようございますっていう基本的なことさえ言えてれば多分争いごとって起きないと思います。だから皆さん一番最初身近な人、家族でもいいです、友達でもいいです、必ずありがとうっていう言葉だけでいいんでかけられるようになってほしいなって僕は思います。はい、はい、ありがとうございました。ありがとうございます。サードビレッジのお二人でした。いや本当にその通りだと思いますね。素晴らしいメッセージでした。続いて、はい、続いて、はい、じゃああのエブズランプガールで、はい、ど誰が、はい、じゃあ、はい、はい、はい、あの先ほども話していたように本当に知らないことで争いがすごく起きるなって思います。なのでうちらは3人でやらせてもらってるんですけれど、3人の中でも知らないことがあったりとかで喧嘩して改めてまたこういいところが見えたりとかあるので、3人で歌を歌っていくことももちろんなんですけれども、いろんな世界を見ていきたいねなと今年いっぱいね、いろんな施設に行ったりとか本当にいろんな世界に触れて、いろんな人に触れて、で先ほどそこの絵を見させてもらったんですけれども、そういうとこからも何か自分で得て、その得たものを人に話していくっていうことがすごく大事かなって思います。はい、今年はそんな感じです。いいですか、はい私はガールスカウトとかちっちゃい頃やってて、ボランティアとか募金とかすごい興味があって、まあ、いつか音楽で成功して学校作ったり、なんか直接そういう被害に遭ってるところに自分たちでの目で見て、また何か感じれるものがあったらそれを歌にしてみんなに届けていけたらなって思ってます。この T シャツもその施設の方が作ってくれて、ああそうなんだ、ゆりが丘学園っていうところなんですけど、エムズランプガール T シャツ、そうですね、はい、1個ずつ手でこうやってくれてたみたいな、そういうのもすごい興味があって、はいはい、いや素晴らしいことも言ったの、はい、お願いします、正確なんで真剣にね、真剣真剣に話そうかな、お願い、ね、いや本当にね、みんなさんがこう思ってることはすごい素晴らしいことだと思うから、私は本当にさっきも言ってたんですけど、自分がまずできることっていうのは本当に身近な人、一人の人、私が出会った友達とか家族とか仲間とか本当に一人一人の人を私は最大限に大事にしていきたいなって思ってます。それが本当に一人の人を大事にできなかったら世界の人たちを守ることなんてできないし、だから本当にこうやって一人一人皆さんに出会ったことを大事にして、私ができる本当に最大限のこういうエコだったりとか、ちっちゃいことですけど誰かに優しくしたりとか、みんなをバカなことして笑顔にするとか、そういうことをこれからもやっていきたいって思ってます。で、はい、ありがとうございました。はい、ありがとうございます。エブズランプガールの3人からメッセージでした。ありがとうございます。そして今バチでセクシーに踊ってくれたこの4人の ね、気持ちもぜひ聞きたいなと。今回ヘイワイライフっていうのとコラボしてるんですけど、どんな活動っていうかどんな思いがあるか、じゃあ、まあ、代表でもいいんで、うん、はいはい、汗だくクレアです ですね、まあ、私の話になっちゃうんですけど、小学校の低学年の時の担任が戦争経験者の先生で、昔から戦争はダメだっていう教育を受けてきてたので自然と興味を持ってて、よくテレビで太平洋戦争とかの番組やると見るんですけど、やっぱり映像がどうしても白黒だしこう不鮮明と言いますか、だから実際何が映ってるかあんまりわからない、あ、やっぱりこれは過去のものなんだなっていうことをどうしても思ってしまうんですけど、私がベトナムに旅行に行った時にベトナム戦争記念館というところに行きまして、その場所ですごく衝撃を受けて、っていうのはもうベトナム戦争の時はカラー写真なんですね、もう人の血の色、畑に倒れている人を全て鮮明に見えました。そこでやっぱりすごい痛かったですね。で、そういう思いを少しでも感じることで、だから上の絵もそうだと思うんですけど、そういう資料を見ることで
ちょっとした変化が重なって平和につながっていくと思っているので、だからぜひ今日はすぐに見れる状況にありますし、もし興味持っている方は図書館に行ったりとか、いろいろ術はあるので、ぜひ一歩皆様が資料の方に行っていただけたらなと思っております。はい、ありがとうございます。はい、なんかあれだね、いい話みんなするね。ね、ちょっとさ、いい感じの雰囲気ですよね。そう、もうちょっとフランクに行こうかなと思ったんだけど、そうはいかなかったな。やっぱ、ね、すごく重大な、うん、ね、そう、あのお話ですので。そうだよね。そうですね。そう、ね、そうだから、まあ、ちょっと皆さん、まあ、あのライブやってるんで、皆さん見てライブも見てほしいんですけれど、まあ、時間があればあの上の方で本当にあの、はい、これはあの広島の原爆資料館の方で、これ今回あの郵送料だけなんですよ、かかるのは、はい、あとはもうその原爆資料館の方で無償で貸していただけるっていうものをあの送ってもらったんで、はい、本当ね、そういうところやっぱあの知っていただきたいなっていうのはありますんで、あのぜひあの、まあ、時間があったら、あの時間があったらというか時間を作っていただいて、上でちょっと軽くでもいいんで見ていただけたらと思います。はい、はい、じゃあすいません、ありがとうございました。ありがとうございました。3組にデカデカ拍手を、はい、ありがとうございます。あの書籍ですとか絵本なんかもね、上に置いてあるんで、よかったら目を通してみてください。やっぱり一番大事なことはこうね、まずはこう触れてみて、自分が何を考えるか、人の考え方とかじゃなくて、それでまあね、皆さんの意見をさ、いろいろ受け入れて、自分なりにどう思うかなとか、そういうのをね、どんどん考えていってもらえればいいなと思ってます。で、ここからはライブやりますね、その気持ちを切り替えてやってまいりましょう。なので、もうちょっと皆さん